皆さんこんばんは。早くこのボロ屋敷から引っ越しをしたい元男の子の青木かのんです。もう3年ぐらい住んでるんで、いい加減引っ越したいなんか噛んじゃった今日はですね、視聴者さんから質問をいただきましたので動画を作ります。いつも質問箱にいただいたメッセージを読んでるんですけども、なぜかインスタの DM という、私インスタの DM 返してないんですよ。誰も見えないとこじゃないですか DM って。もし何かのトラブル起きたってなった時に誰にも守ってもらえないっていうことで、私はお返事してないんですけども、興味深い質問をいただいたのでお答えしていきますよ。でも質問箱に質問をお願いします。あ、普通だった。ちょっと余談なんですけども、街中とかでありがたいことに視聴者さんから声かけていただけることがちょこちょこありましてですね、例えば2人組だったとしたら、片方が私のこと知ってるみたいな状態、どんな人、どんな人みたいな感じで、まあ、聞くわけじゃないですか、友達に。で、私の目の前でこんな YouTuber さんなんだよみたいな、で、人気の動画順みたいな感じで YouTube ページって表示されるようになってるんですよ。私の YouTube チャンネルって股間の話とか、はい、それ以外で言うと野球みたいな、ちょっとこの先大丈夫かなみたいな、たまに不安になると思うんですけども、求められてることに対して答えていくのが YouTuber ですから。長くなりましたが答えていきます。かのんさんいつも見てます。早速質問です。かのんさんが性別を変えてから、もしくは女の子になってから、唯一男性時代と変わらないなっていうところを教えてください。もちろんありますよ。探してきたのでこの順番通りに答えていきます。ではレッツラゴー。一応事務所の先輩なんだよな。玉がなくても痛いです。この話はですね、今のお話ではなくて、私がお金玉を取ってポコチンはついてるみたいな、で俗に言うとサオダケ屋さんみたいな、サオダケだから、こうやって笑いを取ろうとしちゃうから、下ネタ YouTuber ってやるんですよ。いや別に下ネタじゃないからね。ふざけんじゃねえよ。私がそのサオダケ屋になった時に感じた体験談なんですけども、よくアニメとかであるじゃないですか、なんか野球ボールが股間に当たって「いって!」みたいな、女の人がさ、男の人のグーってやってさ「勘弁してくれ!」みたいな、あるっけそんなシーン。まあ、そういうあるじゃないですか。でそれって多分世間からの認識で言うと、お銀玉が潰されることによって痛いみたいな。実はね、これ私のあくまで個人的体験談ですけども、サオダケ屋の時になんかの拍子で衝撃を受けたことがありまして、であれ懐かしい感覚がしたんですよ。男性の方だったらわかると思うんですけども、圧迫とは違う、なんか染みてはないんだよみたいな。編集マンさん分かりますこれ。あ、女性には分かんねえよな、そりゃ。だって女性だもん。多分なんですけども、お金玉ってですね、こうありますよね。こうやって2つのなんか管みたいのがつながってたんですよ。さくらんぼみたいな感じで茎がこうついてるもんですから、その茎が痛いんじゃないのみたいなって私は思いました。ただお金玉ついてた頃よりは痛みの度合いは少なかったです。体感で言うと3分の1ぐらい、1強ぐらい、当時のその残った茎がねまだ入ってるんですよ多分。ちょっとそこはね曖昧なスタンスで答えさせてください。なので多分茎が痛い。でもこれ女になってから変わらなかった変化だよね。これ答えになってないかもしれない。あ、じゃあちょっと今自分でやってみますよ。痛くない。はい、前もちょっと話したと思うんですけども、未だに質問いっぱい来ると思うんであえて取り上げさせていただきます。声ですね、それは変わりません。え、じゃあどうやって声変わってんのみたいな、女性ホルモン剤とかポコチンとかなんかまあいろいろそんな感じで変わっていくのみたいな言われるんですけども、全く変わらないんですよ。ただカラオケとか想像してみてください。最初はあの歌の高いサビの部分出なかったよねみたいな人がずっと練習していったら、どんどん楽になって別に踏ん張らなくても高い声が出るようになったりとかするじゃないですか。あとで男性 YouTuber だった頃の動画をちょっと皆さんに見ていただくんですけども、当時の私はこの辺で響かせたんですよ。でこの辺から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 この辺みたいな感じで響かせるポイントを変えただけ。常に喋ってるもんだから、それがむしろ普通になっちゃったんですよね。
低い声が逆に出にくくなるみたいな。右利きだった人がさ、ボール投げてて、じゃあ左投げに転向しますって言って、左投げでずっと10年くらいやっててみてくださいよ。で、いきなり右利きでまた投げてって言われたら、ストライク投げれますかみたいな。いきなりコントロールいいボール投げれますかって、そういうことですよ。めっちゃわかりやすい。そういうことだ。わかった？過去動画を一緒に見ていただきましょう。男性 YouTuber をやっていた時期がありましてですね、しかも2年間ぐらいやってたんですよ。2年間やってたのに、チャンネル登録者数何人だと思います？結構なペースで更新してましたよ。シンキングタイム、チクタクチクタクチクタク、正解は16人です。結構頑張ったんだけどな。再生スタート。どうでしょう。でもあんま変わってないんですよね、顔。ご飯作んの？なんで？あー、やばくない？チョコ食べる？これこれめっちゃ恥ずかしい。おいで、ここおいで。これこれ見て、ここだよ、ここ、ここ。この直後に私はあの家出をするんですよ。どうでしょうか。質感自体はそんなに変わってないと思うんですけども、響かせるポイントがやっぱり違うので、まあ、この声は誰が聞いても多分男性の声だと思うんですよ。で、今のこの私、女性に聞こえると思いますか？この前ですね、私は朝起きたら、なんか俺部屋真っ黒じゃねみたいな。で、東京電力に電話したんですよね。では、お名前をお願いいたしますって言われたから、私の名前はですって言ったら、こちらの電話口様はご本人様でよろしいでしょうかって言われたんですよ。てか毎回言われるんですよ。これってもしかして私本人じゃないって思われてんのってちょっとへこみますね、毎回。こういう喋り方をしたりとか、私もできるんですけども、あんまりしたくないっていうのがあって、喉がだんだん痛くなるから。あとは私の性格上、女女らしい声出すのがちょっと恥ずかしいみたいな。はい、こんなことどうでもいいか。すいません。はい、3つ目、それは勃起です。え、なんかめっちゃいいタイミングで事務所からなんか連絡来た。え、だってお前性転換手術してポコチンついてないじゃん。もちろんついてはおりません。完全なる見た目は女性器そのものです。ただ男性的なとある部分を再利用して設置しております。何を再利用したかっていうと、亀頭ちゃんなんですよね、タートルヘッド。女性のそのモンブランちゃんにちっちゃく作り変えているんです。じゃあなんでその亀頭ちゃんがモンブランちゃんになるのみたいな感じなんですけども、生物学上、亀頭ちゃんはモンブランちゃんが祖先なんだって。お母さんのお腹の中にいる時にホルモンシャワー浴びて、あなたは男性です、女ですみたいな感じでお腹の中で振り分けられるわけじゃないですか。で、もともとは胎児の頃はみんな女の子なんですよ。女の子のモンブランちゃんにこうホルモンこうやってシャワーかければ亀頭になるってことですよ。で、私はいらん調味料ぶっかけられたってことですよ。いや、本当に私真面目に、あの頃にホルモンシャワーぶっかけられなかったら今頃女として生きてるわと、今頃ゆきるぬさんみたいになってるかもしれないし、萌えりんチャンネルさんとか本田翼さんみたいに生きてたかもしれないんだよ。なんでこんなチンパンジーみたいな顔になっちゃって。で、話を戻しますね。勃起します。今もしてます。それはない。おかしいだろ。もう動画になりません。はい、動画終わります。ありがとうございました。ちょっと待ってください。ごめんなさい。もうふざけんの、もうやめます。ふざけんの、もうやめる。まず、感覚としてはかなり似てるんですけども、だいぶ違う部分もあります。で、最初にお伝えしておきますけども、女性も勃起しますよね。しますか、女性の視聴者さん。男性時代の時の勃起の感覚って言ったら、もうまあ男性の視聴者さんとわかると思うんですけども、なんか身が詰まってますよみたいな、これをバキッと折ったらもう死んじゃうんじゃないのみたいな、そんぐらい身が詰まってるみたいな。それが米粒くらいに凝縮させたものが勃起してんのみたいな、なんかそんな感じです。で、別にそれってあっち系のこと考えてたりとか、まあ、そうしなくてもたまに無意識になってたりみたいな。なので、やっぱ
今の医療ってすごいなって思いますよ。本当の再現なんだなみたいな。だって私男子大大変でしたからね、あの授業終わる時ですよね、毎時間なんか立ってしまうんですよ。別にそんなこと全く考えてないのに。で魔のチャイムですよ、キリッつってなるじゃないですか。でも私だけで当時私が同級生から一時的につけられたあだ名が勃起魔人でした。私思うんですよ、まあみんな性別いろいろ考えると思うんですけども、なんだかんだ人間って変わらないなと。生命を生み出すためのもうそれぞれ役割がありますけども、それ以外何があるみたいないうふうに考えるようになってから、別に私そこまでなんか性別間違って生まれちゃったんだみたいな悲観的にならなくなりましたね。皆さんもそんなに考えないでくださいこれいい締め方かな。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと最近ノートというブログっぽいものも始めたので、よかったら概要の下からチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。これ二の腕太く見えるのかな、なんかちょっとやだ。